掘るときに土から受ける反力であるとかっていうのを、ね、シミュレートした上できちんと土が掘れるっていうのを、まあ、確かめるための環境です。ディープ X ではあらゆる機械を自動化して世界の生産現場を革新するというミッションを掲げて、主に人工知能技術を活用して、機械を自動化するような、技術開発であるとか、まあ、そうした技術を活用した自動化サービスの提供をしております。まあ、日本にはものづくり産業、まあ、強い産業がありまして、そこの、まあ、技術を AI でレバレッジすることで、まあ、いろいろなことができるだろうと。で、特にその日本、働き手不足が深刻化してまして、このままですと、まあ、さらなるその経済の弱体化っていうのは免れないというふうに予想される中で、ものづくり産業を AI でレバレッジして、国内の課題を解決して、さらにそこで培った技術で世界に挑むっていうのは非常にロマンがあることだろうというふうに思って、今チャレンジしているところです。まあ、特にその熟練作業者の引退というのが、まあ、構造的な問題になってます。で、これに対しての解決策としては機械操作の自動化というのが一つあるんですけれども、まあ、なかなかそれを実現しようとすると技術的なハードルが高いという現実があります。で、そうした中でこの DeepX っていう会社は NASA の社長のリーダーシップのもと、人工知能を用いて機械操作の自動化というのが実現できる数少ないスタートアップだというふうに考えまして、投資を実行いたしました。まあ、事業側の期待感としましては、そのスパークスさん の LP 出資者の方々が多くがそのものづくり産業に関連した企業だというふうにお伺いしておりまして、ぜひそういった企業様と連携してものづくり産業を AI でレバレッジして課題を解決していくというところをご一緒させていただきたいなと思っておりまして、もう一つは当社創業してまだ5年の会社ですけれども、いわゆるその VC の観点で継続的に安定して会社が成長していくというようなことを実現させていく上で、どうしたようなことを意識して進めていくべきなのか、そういったことをぜひアドバイスいただきたいというふうに考えています。今回の資金調達によって、さらに企業価値を高める、具体的には彼らの技術というのが幅広い世の中の人に使われるというところにおける役割を果たしていく中で、今後やらなくてはいけない問題点、例えばその組織作りですとか、いわゆる顧客開拓といったようなところでご協力できればというふうに考えております。